ったく、なんで誰も来ねえんだよ。ムーンシュ先輩、どうだった？いやダメっす、シンさんも姉さんも三つ臣くんも投稿してねえみたいっす。そうか、5対2であろうと手加減はいたしません。いざ！ちょっと待て、女をぶん殴るともともとあんまりねえ俺の好感度がさらに下がって。モンドームよ、ここは任せてください。女なんざ俺にかかればイチコロっす。必殺美形フラッシュ。どけ、俺の技が。サワラ風七覚悟。たぐ、そっちがその気ならこっちも本気でやらせてもらうぜ。仮にも5回戦まで残った部が分七一人相手に歯が立たんか。やはり間違いなく決勝まで来るな、受験部。ああ、まあそうでもないと俺たちがわざわざこの部を作った意味もないがな。なんだ偵察かおめえら。ほう、これなかなかのメンツだな。校内最大の武闘集団、第三空手部首相スコフリオ序列5位、老健部首相シカゼエン序列6位、アフガンレスリング部首相桜庭和志序列9位、第一剣道部首相金北龍仙序列8位、そしてこの序列3位、純ファン軍風の猪里弾、対獣剣部スペシャルチームだ。親父、あんたは正しかったよ。力も剣士としても二流だったが、少なくとも俺よりは先が見えてたわけだ。各部首相が5人集まってできた臨時の部なんて反則じゃないですか。前例はねえが、やっちゃいけねえとはルールにも書いてない。お前らの時代は終わった。おじけづいて姿も見せねえ真にもそう伝えとけ。なんでけ、くだらねえぜ。生意気な連中っすね。強いんすか？序列がどうとか言ってたろ。ありゃ東道でのランキングのことだ。ランキングのトップ10人のうち5人までが揃ってんだ。弱えわけがねえ。なるほど。ちなみに先輩たちの序列は？真が2、俺が1位だ。え？1位の人が執行部の会長になるんじゃねえんすか？会長は優勝した部から選出って説明があっただろう。真の野郎は去年の大会結局一度も戦わなかったからな。死力で戦った俺の方が自動的に上に来ちまっただけの話だ。そうだったんすか。それにしても真さんたちどうしたんすかね。ああ、三つ臣とこの親父がうろちょろしてるんだ。何かが起こってるのは間違いねえ。一体何が起こってるんだ。キツネアメか。ようやく見つけたぞ、兄上。おいおい、今日は決勝まであるんだぜ。おめえまで休んだら分七も大変だな。これは多くは言わぬ、聞かせてくれ兄上。兄上は龍眼の持ち主、兄上は昨日という日が来ることを知っていたな。分かっていながらなぜ、あのような最悪の結果が来ると分かっていながらなぜ。答えよ兄上、答えいかんによってはわしは
兄上を許さん。未来ってのはこの葉っぱの葉脈みてえなもんだ。ありとあらゆる方向に枝分かれして無限の可能性の未来が出来上がる。そう簡単に未来なんざ分かるもんかや。つうのは嘘だ。耳を澄ませよ。聞こえるだろう、運命の音が。聞こえぬ。わしにはそんなもの。いいや、聞こえてる。この雨の一粒一粒は偶然その場に落ちているわけじゃねえ。大気の温度、風の向き、強さ、すべてはそこに落ちるべくして落ちる。必然と必然が寄り集まり、より大きな必然とぶつかる。一つ一つピースが組み上がっていくように、やがてそれは大きな流れとなり、川となる。それが運命ってやつだ。雨音を聞くだけなら簡単だ。だが雨の一粒一粒が何を意味しているのかまでは俺にはわからない。笑えるだろう。なんだって神様はこんなちんけな役立たずの力をよりによって俺宛てにお授けになったと思う。それは奴が筋金入りのネクロマニアだからさ。見ろよ、俺の張りしてきた道を。お前だけは何があっても俺の味方だよな。もう兄上を責める言葉は見つからなかった。兄上の瞳から止めどもなく涙が溢れているように見えた。105回東道学園天論部会決勝戦を取り行う。赤銃剣部。おい、神たちは今日も3人とも同行してねえっす。青統合閣議部。なめてるのかな、2人で俺たちを相手にするとは。ああ、だが学園最強を潰せるまたとないチャンスだ。どっちだと思う。いくら俵でもあの5人を全員抜くのは無理だよ先輩。まあやれるとこまでやるさ。三富だ、三富。なんだ、いたんじゃねえかよ三富君。あんたね。分子さん、先方は俺が出ます。どいてください。なんと無礼な、この俺たちの苦労も知らずに。あいつなんか変わったか。あ、いや心配したよ。本当にビビって逃げてしまったのかとね。はじめ。気のせいか。いや、この感じ間違うわけねえ。これはまるで待ってる人がいるんですよ。ずっと上でね。おお。そしてもうお互いに寄り道してる時間はなくなったんです。死んだ。まるで死んだ。何やってる不良、棒立ちだぞ。はあ、はい。何が、一体何がありやがった。二日前とはまるで別人だ。これより第5試合を開始します。行くぞ。あちゃー。
高柳。さあ5人抜きだ。第105回展覧部会優勝銃剣部。情けねえぞトガブ。それでもジョレストップかよ。勝手なことばっか言いやがって。お前らがやってみろってんだ。人間と戦った気がしねえ。気に食わねえな。学秒殺したってのに、なんて余裕のねえ面してやがる。今から表彰式だってさ。あ、ちょっと三尾君。おい、
残り腐らせ、こら。